関赤道率とは近畿地方の4つの南関私立大学を示す通称である。当初は学生交流やマスコミ故障が先行していたが、現在は関西4大学学長懇談会、関西4大学大学院単位互換制度など、そのままの略称こそ用いないことが多いものの、大学当局による交流組織が多数誕生しており、公式の大学グループとなっている。 略字をつなげた私立大学グループの故障としては最も早くに定着し、規模や歴史の古さ、学部構成などが比較的近いこともあり、公式化につながっていった。具体的には以下の4大学を指し、名称は各校名の頭文字の組み合わせによる。括弧内は学部の置かれているキャンパスの位置している都道府県と市町村を表す。 関西大学関西学院大学同志社、大学立名館大学、関関同立という語句は、受験雑誌、建設時代が、大阪の予備校であった夕日級予備校に受験資料を依頼し、夕日級予備校の初代校長であった、白山慶三がフレーズを考案し、建設時代が編集の中で使用した後、1975年頃には、受験生や、 他の予備校でも使用されるようになり定着した。もっとも、これはあくまで赤赤同率という名称に限った話であり、関西4大学、関西4次第などの名による学生交流、大学交流は古くは明治時代から行われている。カンカンび同率の語源は関西6大学野球連盟で行われていた伝統の一戦、赤関戦と同律戦から来ている。 立命館大学は同立戦のことを立道戦と呼んでいる。阪神館に所在する関西大学と関西学院大学、京都市に所在する同志社大学と立命館大学は相互にライバル意識が強く、これら大学野球の対戦はそれぞれの大学の優劣を決める絶好の機会として学生から熱烈な応援を受けていた。特に当時は 大学野球の人気が絶大であったことから、これらの対決は、一般市民の地獄を集めることとなり、関西の名物対決として定着していくこととなった。関関同率の順番は、五十音順から来ている。この語句を考え出した夕日休予備校では、その現校長の話によると、関関同率は五十音順なんです。関西学院大学の正確な読みは、 九安がクワンク学院大学ですから、関西大学の方が前に来るとのことである。1930年代の同志社、大学大学野球の対戦カードとして成立した大学間の関係であるが、相互を認め合うようになり、第二次世界大戦前から、すでに学生団体や卒業生同士の交流が行われていた。戦後は、 学長や大学当局同士による公式の提携が進められている。現在でも、同率の両校は、毎年定期的に同率戦を行っている。また、関関の両校も、野球の他に、各体育会が対戦する、関関戦及び総合関関戦を、毎年開催している。また、学術面での総合連携や、学生サークルの連合組織もこれら4大学を、 中心にしていることが多く、教育、研究、卒業生の活躍においても、各校のライバル関係が語られることがある。関赤道立四校の学長による定期懇談会。1947年7月、岩崎宇一、神崎喜一、湯浅八郎、末川宏ろの共同発起により結成され、第1回会合は関西学院大学で行われた。 各大学が順番に当番校を務め、あらかじめ4大学で設定したテーマをもとに年4回開催される。各大学スポーツ関係者による定期懇親会の定期開催のほか、各大学運動部では関西4大学定期戦、関関同立選手権大会、または関関同立定期戦などとして毎年定期戦交流を行うところも少なくない。航空部、ヨット部、 空手道部、拳法部、バスケットボール部、弓道部、陸上部などで行われている。四ボスの園と呼ばれる公開イベントが各大学応援団連盟により毎年9月末に行われている。JR 京都駅ビルの大階段広場で開催される。1998年4月より4大学大学院館において単位互換制度の運用が始まった。これにより、 各大学院の修士課程、博士課程及び専門職学位課程に属する正規大学院生であれば一部の開校講,講座を除き他大学大学院に履修を申し込むことができるようになった。他大学で取得した単位は次大学の単位として認定され成績評価は N となる。選考量は課されない。また特に演習科目や 実習科目で必要とされる場合を除き、基本的に履修料が課されることもない。各大学の図書館の相互利用制度なども実現している。資料の利用に関する関西4大学図書館相互協力規約のほか、関西4大学大学院単位互換協定などが存在する。これらにより、関西4大学の教職員、大学院生、 学部生の図書館相互利用が可能になった。2004年からは、関西4大学主催、読売新聞社協催による、関西4大学学長フォーラムが、全国の主要都市で開催されている。このフォーラムの会場では同時に、4大学合同の大学入試説明会も開催されている。ありがとうございます。